日暮里駅ロータリーへお集まりの皆様、お疲れ様でした。台東区議会議員選挙は本日8時をもって一旦の選挙活動が閉まりまして、ちょうど台東区荒川区の境であるここ日暮里駅におきましては、8時を過ぎるまでの待機を経て少しご挨拶をさせていただきます。山本豪は荒川の生まれ荒川育ちでございます。皆様と共に台東区のそして足立の皆様と共に日暮里舎人ライナーの終電を土日終電を平日並みにしていきたい、これを東京都議会の選挙で訴えておりましたら、若手がどんどん車両も増やしたらいいではないか、ホームが余ってるから車両も増やせます、そういうアドバイスをくれた2年前でございました。山本豪は若い力をフルに使ってまだまだ頑張れるこの日暮里地区であり、そして夜の経済をもっともっと加速させていきます。山本豪でございます。皆様と共に進めるのは夜の経済に触発された我々の活気と、そして夜も明るいことで安全を担保していく、そして皆様が動くことで経済を活性化させるとともに我々の体内の強靭化を実現していき、健康寿命を上げることで医療支出を減らしていく、この好循環でございます。山本にぜひとも頑張らせてください。皆様と共に空港直送のこの日暮里の交通、そして我々のスポーツ予防医療の前進をここ日暮里にて声高らかにお誓いを申し上げます。山本豪でございました。ありがとうございました。